皆さんこんにちは藤田医科大学保健衛生学部リハビリテーション学科の西井和弘と言います今日は皆さんに本学の講義の一つである機能解剖学という講義をご覧いただきたいと思います機能解剖学という講義なんですけれども機能解剖学というのはリハビリテーションを行う上で正常な人体の構造と機能を理解することは不可欠です 正常な状態がわからないと病気や怪我をした患者さんのリハビリというのを行うことはまあできないわけですね。でこの機能解剖学の講義では人体の中でもリハビリに関係の深い運動器の構造と機能を学んでいきます。運動器というのは骨筋肉神経を察します。 では最初にまず骨、まあ、骨というふうに書いてありますけれども解剖学とかでは骨というふうな言い方をするんですけれども骨から見ていこうと思います。全身のの骨格の構成ということで我々の体というのはたくさんの骨でできています。で人体の骨格というのはそこにスライドに示してあるように体幹と日椎の体子といわれる腕とか足、 これからできていますで体幹いわゆる胴体の骨格のことを、まあ、軸性骨格というふうな言い方をしたりします。で腕や足体脂の骨格のことをそれに付随しているので付属性の骨格というふうな言い方をします。じゃあ我々の体というのは実際どれぐらいの数の骨で構成されているか皆さんご存知でしょうか 今スライドの中、何個という数は抜いてありますけれども、もうすでに習って知っている人もいるかもしれませんが、我々の体というのは合計200個の骨で構成されています。これは背が高い人、背の低い人、みんな同じです。背が高いからといって骨がたくさんあるというわけでは決してありません。で、この骨というのはどういう役割をしているのかと、 いうのがこのスライドに示してありますまず先ほど少し触れましたけども、えー、身体体の支柱となるということが言えます、えー、骨格が違うといろんな地球上には動物がいますけども動物のその姿形というのが変わってくるわけですねですから例えば犬と人の姿を見て間違える人はねいないと思いますそれはその骨格というものが異なっているからなわけですね それから骨というのは、まあ、皆さんも知ってのとおりある程度硬さというものがあります。で硬くて丈夫なので我々の体の中にあるたくさんの重要な器官臓器とかを囲んで保護するような役割を持っているわけです。例えば心臓とか肺というのは肋骨で守られていたりもするわけですね。でそれ以外に 付属する筋肉,筋肉の話はまた後で話をしますけれどもそれ,それによって手、まあ、ことして動かされていろんな運動体の移動とかそういうことを可能にしているわけですから4つ目としてこれも、まあ、皆さんご存知かもしれませんけれども骨の中にはたくさんのカルシウムというのが含まれているので我々の体に必要不可欠なカルシウムの貯蔵庫という働きもしています。 最後5番目ですけども骨の中に含まれている骨髄という部分は造血組織として血球、まあ、血液をね作っているそういう働きもしていますではどういう骨が我々の体の中には存在しているかというのを少し見ていこうと思います。骨の分類ということでじゃあどういう骨が我々の体に存在しているのかちょっと見ていこうと思います。 えっとこれは骨格標本といって我々の体のね骨だけにした模型です。これほとんど実物大です。私の身長173センチですけれども、まあほぼ同じぐらいのね高さの骨になります。で見ていただいてわかるようにいろんなこう形の骨が存在しています。で例えばこれ大腿骨という骨ですけれども、このように非常にこう縦に長い細長い骨もあれば。 えこれは、えー、この手首の近くにある手根骨という骨ですけども非常にこういう短くて小さな骨もありますそれからこれはこの頭のところですね頭蓋骨とかっていうふうな言い方をしますけども頭蓋管といって形、えーまあ、はこうドーム状なんですけども均一なこう薄っぺらい扁平骨と言われるものもあれば、えー、最後はこ,うこれ肩甲骨という骨ですけども非常にこう複雑な形をしています。 これを不規則性骨というふうな言い方をします。このようにいろんな種類の骨というのがあります。今スライドに出ている D のところ、不規則性骨というのが先ほど見てもらった肩甲骨とかが当てはまるわけですね。このようにいろんな形やの骨で我々の体というのは構成されています。今日ね全てをこう説明する時間はないんですけども一部をこう見ていこうと思います。 体幹、先ほど言いましたが胴体の部分ですねの骨のうち脊柱背骨を構成する骨というのが椎骨と言われる骨になります。えっと、ではその体幹の骨のうちいい骨というのを見ていこうと思いますこの模型を見ていただいてわかるようにここがいわゆるね背骨の骨脊柱と言われるものですけどもその脊柱を構成している一つ一つの骨を椎骨と。 いうふうふに読んでますでこの脊柱なんですけども、えー、人の場合は32個から34個の椎骨というのがこう連なって、えー、脊柱いわゆる背骨というのを構成しています。で首の部分の頸椎というのが7個、えー、胸の部分の胸椎が12個で腰の部分の腰椎が5個そから、えー、そのさらにしたらそこに潜椎というのが5個。 でそれが大人になると、仙骨という骨になっています。それから鼻椎、それが三から五。ここだけ、ちょっと。人によって多少、えー、個人差があります。それがまあ大人になると、鼻骨という骨になりますで。この脊柱なんですけども、まあ、下のところに男性の長さがだいたい七十五点七センチ、女性が六十八点五センチというふうに書かれています。えー、これは？ 例えば身長が 180cm の人と 150cm の人 30cm の差がありますけれどもこの脊柱の長さというのはそんなにそのまま慎重に比例するわけではなく背が高い低いというのはある意味こう他の付属性の骨格足の長さとかが大きく違っているわけです。でこの頸椎というのはですね地球上に存在している動物ほぼみんなこの7個と。 いいうことがわかっています。今スライドにキリンの絵が出てますけどもキリンというのは非常に首が長い動物としてね皆さんよくご存知だと思うんですけどもキリンも椎というのは7個しかありません。地球上に大体いい4,000種類ぐらい哺乳類がいると言われているんですけどもその中で7個以外の頸椎を持っているのは2種類だけというふうに言われていてその一つが次に出てきた 三つ指名けものという名けものいうね動物がいますけれども、この動物はだいたい8から10平均9個の頸椎を持っているというふうに言われています。このように首が長いとか短いとかっていうのはこの頸椎の数ではなく一つ一つの大きさが違うことによって結果的にこう見た目が違うということになっているわけです。 で、この人の場合は200個の骨で構成されているというふうに言いましたけれども骨というのは基本的に単独で存在しているというものはなくてほとんどが連結といって隣同士の骨と関係性を持っているというふうに思ってください。 まあそれがいわゆるこう関節と言われるものなんですけれども、えー、基本的な連結としてスライドに示しているように、まあ、大きく3種類に分けられます。えー、1つが繊維性の連結、あるいは不動性の関節といって、まあ全く動かない種類のものもあります。それから2つ目が軟骨性の連結といって、まあ,ある程度少しぐらいは動きますよというので、まあ、半関節と、 いいう,うな言い方をします。それから最後3つ目滑膜性の連結これがえっと可動性の連結いわゆるこう一般的に関節と言われるもので非常によく動くというタイプのものになります。で基本的に関節というのは最低でも2つの骨が必要なわけですね1つの骨だけでは関節はできないので2つの骨でできている関節を単関節。 から三つ以上のものを副関節というふうな言い方をします。それからまあ運動軸といってまあどういう方向に動くかということで一軸性、二軸性から三軸性以上のものを多軸性というふうな言い方をします。それから関節面の形状とその運動様式による分類というようなことでまあいろいろ。 分類があるんですけどもだいたい8種類に分けられています平面関節と言われるものそれから球関節から球状関節から過剰関節腸つがい関節あるいはま腸板関節というふうな言い方をしますから螺旋関節車軸関節からクラ関節と まあこのような8種類に体の中っていうのは分類されています。では先ほど説明した8種類の関節のうち、いくつか実際に動かして説明をしてみたいと思います。まず1つ目が蝶つがい関節と言われる関節なんですけども、その代表的な部分がこの肘の部分です。肘の腕尺関節というところなんですけども、実際に動かしてみます。このように曲げる、 伸伸ばすすすととといいううこがででききま屈曲展動もう一つが肩の関節こちらは球関節ボールですねボールという字を書く球関節こちらは多軸性の関節といっていろんな動きができます。もちろんこのように曲げるとか伸ばすというふうな動きもできるし、えー、軸が多軸性なのでこう回転するような動きも可能になります。 このように体の中にはいろんな種類の関節が存在します。で本来関節というのはまあそれぞれの骨が組み合わさってできているんですけども、関節面が正常な位置からずれることを脱臼というふうに呼んでいます。脱臼したとかってね聞いたことあると思うんですけども、脱臼というのは本来ある位置からずれてしまうということを脱臼というふうに言います。 脱臼をするとなぜ痛いかというと関節の中にはその痛みを感知する痛覚の受容器というのはないんですけれども周りの関節包とかじん帯そういったところにその痛みを感じる感覚の受容器というのがあるので脱臼というのは痛みを伴うということになるわけですね。こののように200個の 種類の骨で構成されている我々の体なんですけれども骨だけでは我々は体を動かしたりすることはできませんそれを可能にしているのが次の筋肉になるわけですね。で筋肉というのは我々動物に必要不可欠である意味筋肉があるものが動物というふうに言えるわけです。植物に筋肉は存在していません で我々の体を構成する筋肉には骨格筋、心筋、平滑筋というまあ三種類があってそれぞれこう違ったね特徴というのがあります。細かい話はまたね入学してから聞いてもらえばいいんですけれども今日はその中でも骨格筋と言われるまあ体を動かしたりするための筋肉の話をしたいと思います。先ほど骨格というか骨が200個で構成されていると。 言いましたけれどもじゃあ筋肉はどれぐらいの数が骨格筋ですけれどもどれぐらいあるかというと、えー、骨の倍のだいたい400個の骨格筋が存在するとで、標準的な体型の人だと体重の約40%この筋肉で占めているというふうに言われていますで、先ほどもちょっと膝とか肘を曲げたり伸ばしたりしていましたけれども関節には基本的に曲げるための屈 と言われるものと曲げたらまあ曲げっぱなしだと困るのでそれを伸ばすための心筋という2種類がまあると思ってくださいで筋肉というのは筋繊維というのでできているんですけども筋繊維自体は非常に細くてそれがたくさん集まってまあ、束のような状態になっているわけですで筋肉と骨というのは、えー、非常にしっかりと結びついていて筋肉が 収縮縮むと骨を一緒に動かしてくるというふうな仕組みになっています先ほども言いましたが筋肉が骨を動かすという仕組みを理解してもらおうと思いますでこちら先ほどの模型と違って見ていただいてわかるように色がついていますこの赤とか青の色がついているところここに骨格筋が付着をするくっつく とといいうことを示しているわけですで。骨格筋というのは一般的に2つ以上の骨の間に貼られている関節を必ずまたいで2つ以上の骨と付着をしていると1つの骨だけに2箇所くっついていても何も動きは生まれないので必ずまあ関節をまたいでいるということを覚えておいてください。で付着くっついている 場所の一方を起死とからもう片方を停止というふうな言い方をしますこのあたりは初めてね聞かれるんじゃないかなと思いますで、この起死とか停止にはいろんなルールがあるんですけども基本的に骨格筋が収縮をしたときに移動しない方を起死移動する方を停止というふうにルール付けられているわけですこれがルールの一つ目です これ上腕筋という筋なんですけども、えー、緑色で丸をしているところが移動しない棋士から、えー、青で丸をしている方が移動する停止という場所になるわけです。で筋肉の種類によって、まあ、ういろいろこう言い方が違うんですけども、えー、体幹胴体と、えー、手足体脂をつなぐ場合には体幹側が棋士から手足の体脂側が停止と。 いうふうふに定められていますそれから体脂手とか足の中だけに存在する場合には体の中心に近い方近位というふうに言うんですけどもそちら側が起脂から遠い方遠位と言いますけどもそちら側が停止というふうになります次に体幹胴体の中だけに存在する筋で水平方向に 走行している筋の場合には中心である脊柱に近い方を起死から遠い方を停止というふうに言います。から胴体体幹の中でも今度垂直方向に走る場合には骨盤にに近いいいい方方ががからら遠停止とううふうに定められています基本的に骨格筋というのは骨に2か所以上付着していると。 いうふうに言いましたけれども例外が一つあって皮筋あるいは表情筋と言われる顔の筋肉ですねこちらに関しては片方が皮膚に付着をしていますで、骨に付着している方を起死皮膚に付着している方を停止というふうに言いますこれだけ少し例外だということを覚えておいてください で、これらの骨格筋によって、我々はいろんな運動というのが可能になります。先ほども少し話しましたが、屈曲・伸展、それから外転・内転、内線・外旋海外・海内とか、まい、あ、ろんな動きがあります。まあ、こういうのをまたね、ねこれから入学されたら勉強をしていってください。で。 我々の運動というのは筋肉が主となって動いているんですけどもじゃあ筋肉はま勝手に動いているかというと、まあ、そういうわけではなくて先ほども言いましたがスライドに示しているように、えー、まあ曲げたら伸ばすというのがまあ2つセットになっているんですけどもその筋肉というのは基本的に神経の命令を受けています。で これは一例なんですけども上腕の屈筋群上腕二頭筋とか上腕筋上腕二頭筋というのは力こぶを作る筋肉ですけどもその筋肉は筋皮神神経経とという神経の命令をを受けて収縮をするとですからその神経の命令がないと筋肉は勝手に収縮したりということはできないわけになっているわけです。なので 腕が上がらない肘が曲がらないとかっていうふうな患者さんの中には、まあ、骨や関節筋肉に問題のある人もいますが中にはその神経がうまく伝達事項を伝えることができなくて骨格筋を収縮できないとそのようなパターンもあるので関節が曲がらないとかっていうような時にその骨筋神経、まあ、3つの可能性をいつもこう考えなければならないと。 いうことになるわけです。これは上腕二頭筋の先ほど言いました起死とか停止それからどういう動きをするかというのがまあ作用ということになるんですけども作用それから ADL での働きというのは日常生活を行う上で実際どういう動きがこの上腕二頭筋が働いているのかというのを示した場所になります。で最後に近畿神経支配,神経支配と いいうのが載っていますこれ上腕二頭筋の図ですけれどもこのように歯脂部と低脂部があって近畿神経という神経で支配をされていると、まあ、こういうことを勉強していくわけです。で先ほど ADL 日常生活でどのような動きに関与しているかということを、まあ、最後にこれ別のスライドで示してますけれども。 補食といって我々が毎日食事をする際にお箸やスプーンで食べ物をつまむあるいはすくって口に運ぶ動作というのが、まあ、その補食動作になるんですけどもそれは肩肘それから前腕手指こういうのが複雑にこう入り混じった複合運動ということで成り立っている。 ここういういいいいいととをまあ最終的には、ね、学んでいってもらいたいと思います。実際にまあ皆さんやってもらえばわかると思うんですけども、えー、ご,ご飯んを、えー、食べようと思うとまず肩が屈曲をしてから肘が伸びて食事のところに手を伸ばすから前腕が貝内して食べ物をつかんでそれから貝外をしてから今度肘とか手首が曲がって。 肩が伸びて最後に食べ物を口元へ運ぶというふうな動きになります。では先ほどスライドで説明をした補食動作というのを実際に行ってみたいと思います。まず肩の関節というのがちょっとこう前に入るように屈曲という動作が生まれます。で食べ物の方に肘がこう伸びて まあお箸とかスプーンを持ってその食べ物のところに行きます。でその時に前腕前の腕は一度回内いいといってこうね親指の方が親指がこちら側にこう内側にこう回転するような動きを行います。これを回内いいというふうに言います。そこでスプーンとかで食べ物をすくうとかっていうことを行った後、このままだと食べ物がこぼれてしまったりするので、一度今度また元に戻す回外という動きを行います。 でその後手首から肘というのがこう屈曲をしますでそのままだとまだちょっと食べ物が食べにくいので最後にこの曲げていた肩というのをこう伸ばす進展というのを行って食べ物を口元に運ぶというこういう一連の動作が捕食動作ということになります。 こういうのは普段皆さんも何気なく行っているかと思うんですけども機能解剖学というのを勉強することによっていろんなこう動きというのがこうきちんと意味を持っているということが分かってもらえるんじゃないかと思います。人体の構造と機能を理解すると、まあ、これまで普段の生活において意識することのなかったさまざ、あ、まな動作というものについて意識が生まれて えー、興味が湧いてくるんじゃないかなというふうに思います、えー、今日は昨日解剖学の講義の一部を皆さんにご覧いただきました、えー、将来、理学療法士、作業療法士を目指す皆さんぜひ藤田医科大学に入学していただいて一緒に勉強しましょう